にちは、山岡ゆり子です。ちょっと気になる話題をお届けするゆりとぴ。川のせせらぎや小鳥のさえずりと同じくらいリラックス効果が得られると言われる風鈴の音。あの風鈴の音から涼しさを感じるのは日本人だけという話も聞いたことがあります。皆さんはいかがですか？涼しさを感じてリラックスできれば健康にもつながるかも。今回は風鈴に注目します。風鈴は中国の仙風卓、これは占うという字に風、銅卓の卓と書きますが、この仙風卓が起源と言われています。風の向きや音の鳴り方によって占う道具だったそうです。この仙風卓が仏教とともに日本に伝わったと言われています。当時は病や邪気を運ぶ風から身を守る魔除けのような道具として伝わりました。平安時代に貴族が魔除けとして軒先に吊るすようになり、その頃から風鈴と言われるようになったといいます。風鈴は夏に飾りますよね。なぜ夏なのかと言いますと、音から涼しさを感じるということもあるかもしれませんが、日本の夏は気温も湿度も高く、昔から疫病などが流行る時期でもあったため、その災いから身を守る意味でも夏に風鈴を飾られるようになったそうです。江戸時代に誕生したガラスでできた江戸風鈴、岩手南部鉄器で作られている南部風鈴、その他有田焼、九谷焼の風鈴もあります。見た目と音でお気に入りの風鈴選んでみてはいかがですか？また風鈴の手作り体験ができる場所で自分だけの風鈴を作ってみるのもいいですね。ゆりとぴ。風鈴は雑貨屋さんでも見かけますし、川崎大師など厄除けで知られている場所ではお守りのように授かることもできます。種類は今本当にたくさんありまして、備長炭や木でできたものもあります。風鈴本体と短冊部分、上下が逆の置風鈴というものもあるんですね。これは吊るさないので風通しのいい場所に置いて飾れますね。そして風鈴を吊るす飾る場合は、今ご近所に迷惑にならないかという点も考えなくてはならないと言われています。皆さんが一緒にリラックスできる音探してみてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ゆりとぴ、次回もお楽しみに。